崎チャンネル。ちょっ。さあ、ということで、金曜日、総チェックですけども、ただいま。まあもう今金曜日です。今日、北海道札幌市で、金本ホールで、里崎ライブ2021 in 札幌、ね、公演、袴田さんとやってきましてですね、その後、ホテルに帰ってきてから、インスタとかで出したお寿司を食べて、総チェック、試合を見て、今から解説します。もう明日、東京に帰らなきゃいけないので、朝撮ってる時間がないということで、朝になりかけの前ですけど、今から頑張って撮ります。ね。ということで、総チェックやっていきましょう。ということで、ね、眠気が覚ますぞ。ね。北海道といえば、これでしょう。キリン、ガルナー。ホテルの自動販売機に炭酸飲みたいと思って行ったら、これだけ売ってて、北海道限定です。ここに書いてます。北海道限定。ね。これを飲んでいきましょう。ね、さあということでやっていきましょう。まずはパ・リーグから。楽天対オリックス、8月24日は雨天中止、ね、25日2対2で引き分け、で26日7対6で楽天の1勝1分けで勝ち越し、ね、首位攻防戦どうなるかっていうところですけども、まあ、1勝1分けっていうね形で2位楽天がね勝ち越しの試合になりました。25日2対2の引き分けっていうところでね、もう両チームホームランから始まってミス合戦っていうね、まあ、でもピッチャーね早川、しっかりとね、まず左足軸足にしっかり溜めて、右足にしっかり体重乗ってしっかり投げ込んでいってたんで、ストレートもね非常にいい球投げてて、いい投球バランス、いい投球だったんじゃないのかなと、思います。でね、まあ、楽天はね、初回小深田先頭打者ホームランね、素晴らしい。でその後ね、2回表オリックス杉本が、自身初の20号ホームランでね、こう1対1になって、で楽天ね4回裏オコエのねサード内野安打、胸ねサードこれぐらい取んなきゃね、取れる球だったと思う、まあ強襲だったけどね、これぐらい処理してほしかったなと、まあそれがね内野安打になって、辰巳バント、ピッチャー辰巳もファンブルエラーね、で今度太田ねキャッチャーゴロバント失敗サードアウト、おいおいおいと大丈夫かと。こんなビッグチャンス、相手のミスで転がり込んできたチャンスなのに、ね、バント失敗。でもその後、小深田がセンターへ、タイムリーヒットで1点。ね。で、まあ、鈴木大地ピッチャーゴロ。で、浅村フォアボールで島内サードゴロっていった形でね。まあ、その後ね、しっかり踏ん張ったっていうところでは、非常にね、田島も良かったですけども、これピッチャーのエラー。これ痛いね。と思いきや、今度オリックス。6回表。ね。胸、ライトでツーベース。で、足立、バント。今度、早川がファンブル。おい一緒のことやってる。ね。で、それで、そっから、吉田、サードゴロ。ね、これ、茂木が、ダイビングキャッチからのナイスプレー。で、セカンドね、フォースプレーでアウト。まあ、その間にね、ランナー帰ってきたんで、1打点。まあ、ここでね、同点になるんだけども、仮にあれね、レフト抜けてたら、多分ね、オリックス勝ってた。それぐらい、チームのね、まあ、結果引き分けを結びつけた、この茂木のダイビングプレー。これは非常に素晴らしかったですね。で、まあ、その後ね、杉本、ライト前。で、ピッチャー、安楽に変わって、中川、6-4-3、ダブルプレー。ここでね、オリックスとしては、勝ち越し、したかったなっていうところをね。で、まあ、で、7回表、オリックス、西村フォアボール。で、若月、バント失敗。ね、ファーストフライ。で、しかも、ファーストランナー、西村戻れず、ダブルプレー、バーッと。こういったミスもね、大きい。だからもうミス合戦。ね。でね、守備で言うとね、7回ぐらい、島内のサードゴロね、サード胸ね、逆シングルでね、取れてできてるんだよね。だからこのね、お声の三塁ゴロも処理したかったなっていうところがね、しきれず、まあ結果ね、もう痛み分け、ね、ミス合戦の中っていうね、ところで引き分けっていう戦いになりましたね。続いて、26日、7対6でね、楽天っていうところで、もうね、早々に楽天がね、まあ初回にね、4点、しっかりね、小深田フォアボール、で、鈴木大地デッドボールと、で、浅村タイムリーの島内タイムリーとね、一気にトントンっていって、で、まあ、辰巳がタイムリー。でね、ここでね、4点取って。で、2回裏にも1点。ね、鈴木大地レフト前。で、浅村フォアボール、島内、内野安打で岡島がね、センターへ犠牲フライ。で、まあ、ここでね、ポンポンともうちょっと追加点欲しかったですが、まあ、5点。ね。で、4回の表にね、吉田のホームランで1点取られるけども、4回の裏にね、今度しっかり島内がね、ツーラン。って言って、まあ、何対し。ああ、もうこれ楽天。楽勝かなと。いうところで、まさかまさかの、ここからね、オリックスは、
6回表にね、3点。杉本ね、ジョーンズの、ホームラン2発で3点取って、7回表、ね、ピッチャー酒井が上がるけども、ここ踏ん張りきれず、吉田タイムリー、で、杉本の犠牲フライで、1点差、迫るけども、まあ、その後ね、楽天のピッチャーの陣がね、しっかり、まあ、安楽、損っていうところ、まあ、松井がね、なんか太もも、ハムストリングかなっていうところでね、登録抹消になって、まあ、損がね、抑えになったけども、まあ、9回しっかり損が抑えてね、まあ、逃げ切ったっていうところだけども、まあ、オリックスとしては、まあ、1回8回、このね、1回の福田レフトでツーベース、デブデがね、センター前ヒット、で、このノーアウト1塁からクリーンアップ、吉田センターフライ帰れず、で、杉本ね、ライトフライ帰れず、で、ジョーンズ三振と、ここでね、1点でも取ってたら、流れ変わったかもわかんないし、8回もね、終盤、よし、7対6まで来たと、よし、この勢いで行くぞ、逆転やっていうところで、まあね、そのピッチャー安楽からね、西の内安打。で、松井がセカンドゴロ、ね、そのアウトの間にセカンド行って、で、ワンアウト二塁から、紅林のね、センター前ヒット一三塁になって、福田ファーストゴロ、で、宗がセンターフライ。これ、ここの、オリックスとしてはこの1回8回、ここでね、点取ってれば、勝ったかもわかんない。まあでも、その中でね、まあ、楽天としては、まあ、よく踏ん張ったかなと。まあね、終盤追い上げられたけどもね、中継ぎ陣ちょっとパタついてね、まあしっかりね、ここは逃げ切って、まあ首位オリックスにね、勝ち越しっていうところは大きかったんじゃないですかね。まあ結果ね、1勝1分けで楽天の勝ち越しでした。続いて、日本ハム対ロッテ。ね、24日3対3で引き分け。で、25日7対4でロッテ。で、この試合ね、もともと2連戦だったんで、1勝1分けでロッテのね、勝ち越しになりましたね。24日の試合3対3の引き分け。ね、ロッテ言いました。まあマウンドのせいなのか、ちょっと状態突っ立ってるように見えて、なんか手投げ。で、低めは垂れるし、高めは抜けるっていうところで、ちょっと不安定なピッチング。でね、初回にね、2失点、2回に失点と、ちょっとね、持ち前の投球が発揮できなかった。もうちょっと踏み込み強くてガッていく感じなんだけど、なんかふわってなってんだね、ふわ。で、ふわってなるから、手だけでやるから低め垂れんだよね。ちょっと投球のバランスが悪いよね。で、日本はね、初回、浅間がね、その高め抜いたところストレートセンター前。で、西川レフトフライでワンアウト。で、野村がね、ゼロボールツーストライクから5球目のフォークがね、高めに浮いて、これ低めに投げきれない。これホームラン。で、2回ね、高めに浮いたスライダーをライト前。で、ロドリゲスレフト前。で、中島バンドで清水のサードゴロの間に1点と、非常にいい形のね、点の取り方。で、まあ、結果ね、引き分けって言ったところを考えると、まあ、4回、5回、7回、8回。ね、ここで得点できなかったことがやっぱ勝ちきれない要因なんですね。バンバンバンって追加ですよね。しかも7回、8回はワンアウト3塁から得点しきれてない。なんで結果9回にね、まあ追いつかれてしまうっていうところで、こういったところのね、中押し、ダメ押しっていうところができてたら、多分楽勝で勝ったけど、そのできないのが、今の日本ハムの、まあ弱いっていう言い方しちゃうけど、まあ現状だと思うんだよね。で、まあロッテはね、日本ハム先発がバーヘーゲンということでね、まあクイックできない。もうこれはね、盗塁で崩していこうと。もうね、盗塁しまくって、バーヘーゲンをね、打ち崩そうっていうところで、もう打順が、もうね、足走りますよっていうね、1番荻野、2番藤原、3番中村、4番レアード、で5番佐藤、で6番藤岡、7番和田、で8番小川、で9番加藤っていうところで、このまあ、佐藤、レアード、佐藤、加藤以外はもう全員盗塁しますよ。だから和田孝志を出して、で、ショート小川を出してっていうところでね、エチェバリアを引っ込めてっていうね、まあ盗塁しますよっていうね、ところの作戦でしたけども、盗塁っていうのはそもそも、ランナーが、塁に出ないと、盗塁できないからね。で、結局、出塁できず、ただ意味ない、オーダーになってしまって、バーヘーゲンを打ち崩すことがね、できなかったっていうね。ところは、まあ、やろうとした意図は分かりましたけど、まあ、ね、やっぱ機能しなかったっていうところですよね。日本はね、まあ、9回、もう3対0からね、一気に3失点っていうところで、まあ、杉浦もね、ちょっと顔がね、不安そうっていうところもあるし、まあ、ここね、ロッテが粘り強くね、藤原センターマンで、この中、田村のね、こう、ツベース非常に良かったかなと。まあね、まあ、どっかね、体調不良、なコンディション不良っていうところのね、情報も聞きますけど、まあ、加藤がね、先発出て、まあ、身長穏やかじゃないっていうところで、この途中出場でもね、こういったバッティングでアピールするっていうことは非常に大きかったかなと。で、安田岡がね、ツーアウトで、ああ、これまでかと思うところでね、まあ、冒頭投げてからの、荻野。タイムリー。で、藤原フォアボール。で、中村タイムリーでね、同点。まあ、これもね、一気に逆転されそうなところをね、ファーストの高間がね、ファールゲーカーってね、ギリギリのところを取ってね、そこでね、3点で、
しのいだっていうかね、まあ、そこで止まったっていうところはね、非常に高濱のプレー大きかったし、まあ、一気に逆転しそうなね、勢いだったよね。結局このフォアボールとか絡んで失点してるんだよね。でも、顔が自信なさそう。まあ、点取られるから、そういう風に見えてんのかもわかんないけどもね。で、まあ、日本ハムで言うと、やっぱりね、ミスも目立つんだよね。守備面でもね。まあ、5回裏ね、ワンアウト1、2塁からね、2塁ランナー西川、ね、2、6、タッチアウトね、この、ピックオフプレー。そこでなんでアウトになるかなと。何がそんな慌てさせてんの。でね、6回表ワンアウト一塁でね、中村のセンター前でリリーランド藤原がオーバーランしてんのに、センター様がね、中途半端な送球でタイミングアウトだったのに野手が取れないでセーフっていうところで、ちょっと野球が雑っていうね、こういったところが結局勝ちきれないで引き分けちゃうんだよね。まあ、こういったところやっぱまあ直していかなきゃいけないかなっていうところも、まあ長期政権の弊害っていうところもあるのかなっていうね、ちょっとナーナー的なね感じが見えますよね。で、25日、4対7でね、ロッテっていうところで、まあ、日本ハムね、先発カード、リリーフの時は良かったけど、ちょっと先発になってパッとしない。まあ、6回96球、7安打4三振、無四球5失点。まあ、このままのスキルだと、正直本当に苦しいと思う。まあ、まっすぐスライダー次第っていうところで、まあ、リリーフならね、短いイニングだからいいけども、これをやっぱ先発だと、もう打順がね、こう、繋がっていて2打席目、3打席目になってくると、慣れられるっていうね。やっぱこの、入ってくるばっかり。左バッターだと逃げていくばっかり。もうこれじゃね、対応しきれるんだよね。だやっぱりもっとスキルアップするために、やっぱりね、何回も言うけど、先発の左でローテーションを回るためには、チェンジアップフォークをもう2ボールから、3ボールからカウント球として取れるような能力を上げていかないと、やっぱりね、なかなか難しいと思う。それももちろん勝てる時もあるだろう。でもやっぱ1年間ローテーションを通して、やっぱ10勝していくっていうところでは難しい。今のスキルのままだと、やっぱりリリーフが一番合ってると思う。もし先発になりたいんだったら、本当にチェンジアップフォークっていうところを、カウントが不利なカウントでも、それで、カウントを整えれる、困った時にチェンジアップ投げれるっていったところのスキルを上げていかないと、やっぱなかなか苦しいと思うよね。で、まあ、日本もね、攻撃陣もね、もう近藤の村、高浜とね、クリーンアップはいい仕事したけども、結局、下位打線に行くと、やっぱ繋がっていかないっていうね。で、まあ、1回、5回、7回と追加点取れたのに、やっぱそこ取れきれないところで一気に逆転されるんだよね。で、ロッテは、ま、5回表、ワンアウトからね、安田のセカンドゴロ。まあ、これね、セカンド佐藤ね。まあ、必死に取ってね、いい感じで難しいところ取れたけど、ファーストちゃんと投げていたらアウトなのに、それをね、悪送球。で、しかもキャッチャーの清水がバックアップ行ってない。で、ランナーセカンドまで行って、で、岡のショートゴロでサード行って、藤岡のね、ショート内野安打で行ってっていうね。まあ、この藤岡の内野安打はちょっとね、守備面も、これアウトにするのは無理かなと思うけども、結局これミスなかったら点取られてないんだよね。これまず、佐藤のエラー。で、エラーしたとしても、清水がバックアップ行って、このね、安田を二塁まで行かせてなかったら、この1点は入ってないわけ。で、こういったところも、その前日からのミスが命取りになるんだよね。で、6回表、藤原ツーラン、山口ツーランとね、ここをしっかりね、ホームランで打って、勢いに乗ったロッテ。ね。で、7回表には、藤原のまだね、ライトへタイムリーっていうね。で、日本ハムはやっぱね、太田明義、宮西っていうベテランが躍動しないっていうね。で、まあ、雑なほども見える。まあ、なかなか苦しいよね。だからそういったところをもう一回一からね、こう、見つめ直して、丁寧に厳しくやっていかないと、なんかもうなーなーに見えるんだよね。そうすることによって雑な野球に見えるから、いい選手がいても、結局それが続いていかない。いい選手がいても、それがよく見えない。っていうところになっていくんで、もったいないよね。もうちょっとガンガンやっていかないとね。そういった風なことが思えたね、この日本ハムロッテ戦でした。結果ね、1勝1分けでロッテの勝ち越しでした。続いて、西武対ソフトバンク。24日4対4で引き分け。25日6対1でソフトバンク。26日3対0で西武。1勝1敗1分けの5分っていうことになりましたね。で、24日4対4のソフトバンクっていうところで、ソフトバンク、初回2つのミスで2失点っていうところがね、ちょっと痛かったかなと。初回ね、殿崎レフト前。やっぱ一番殿崎は脅威だね。やっぱ相手にとったら、やっぱ長打もある、ヒットもあるっていうところで、なんかすごい嫌な存在だね。で、まあ、殿崎レフト前。で、源田バンドして、森がレフト前。で、ワンアウト一三塁になった時に、まあ、中村三振時に一塁ランナーの森が盗塁。で、ここで甲斐がね、ちょっと慌てたように、いつもならね、前にフットワーク組んで投げるのに、フットワーク組まないで、無理やり投げた。で、そこでね、セカンド届かず、ワンバンになって、タイムリーエラー。三森のね、股の下抜けでセンターへ。で、三塁ランナーとの際帰ってくる。まあもちろんね、これはキャッチャーがセカンドに悪送球するのが悪い。もうこれが全て。でも、ね、ランナー三塁いると思ったら、もう体で止めるとか、
もうファーストランナーセーフでいいから、もう体で止めてサードランナーを返さないっていうようなことをしてほしい。キャッチャーが悪いよ、でもキャッチャーの立場からすると体張ってでも止めてよ、簡単に後ろやらないでよってね思う、正直ね。で、西武高橋コーナー6回118球5安打7三振3四球1失点と、まあカウント取りも勝負球もこのスプリット系非常に役立ったかなと、いいところで投げれてる。で、ストレートとのねこの軌道の差がないところがバッターで対応しづらかったかなと、まあここをね非常に有効的に使えた。で、その中でもストレートもね、いい走り、角度、一緒のラインで行くっていうところで、このストレートとツーシームじゃない、ストレートとスプリットっていうところが非常にね、有効的に使えたピッチングだったからと。で、ソフトバンク東山もね、6回104球、6安打5三振、1失球、2失点と、こちらもね、制球よく、非常にね、リズムもよく、非常にいいピッチングだったかなと思います。で、ソフトバンクはね、5回表、アルバレスがね、センターツーベース、アルバレスでもね、ヒット打つまではもうこれ打つのかなと思ってたけど、1本打ってからね、トントントンと出るようになって、で、今宮がね、セカンド進塁だ。これ2対0で来ててね。まあ、でも1点ずつ行こうよ。で、その後ね、解散し。で、三森ピッチャーゴロ。ここ1点欲しかったね。でも、解も、本当にオリンピック明けからもう絶不調。バッティングはね。で、守備面でも、この日もね、パスボールっていうところをね、して、2点目をね、初回に献上するんだけど、あれも普通の球。しかもこの26日もね、点入らなかったけど、9回パスボールしてんだよね。どうしたかい？悩んでんのか。ここ踏ん張りどころだぞ。ね。チームとしてもそうだし、会としてもね、もったいないよね。まあ、そのちょっとしたミスでね、まあ、疲れもあると思うし、ちょっと集中力欠いてんのかな。そういったところ、もうちょっとね、踏ん張りどころだからね、ここ気合い入れ直してね、準備しっかりしてやっていかないとね、ちょっとね、見ててね、えって思うね。で、8回表、ね、ピッチャーキャレットになって、この栗原のセーフティー、グワッツ。このセーフティーはね、非常に良かった。もう意表を突かれたね、見ててね。で、ダイソーシュートを出て。で、ここでね、ギャレット、森のバッテリー。それはね、シュート絶対これ盗塁してくるなと思った。見てても思った。いつ走るんだろうなと。でもよ、デスパインに5球連続アウトコースのストレートは、これはダメよ。もう、ランナーアウトにすることだけしか考えてないじゃん。もっとね、そう変化球を混ぜたいけど、さすがに、この5球目もね、アウトコースめちゃくちゃいい球だったよ。でもさすがに打つよ。慣れてね。で、それライト前振って打って、で、シュートが3で行って、まあ、このヒットもね、シュートが打たせたわけだけども、やっぱり変化球とかも、それ、挟まなきゃね、いくらなんでも外ストレートを連続続けるようじゃ結局きついよね。で、その後、中村がね、左中間、タイムリーツーベース打って、まあ、岸がね、ちょっとファンブルして、一塁ランナーもね、帰ってきて、ね、一気に、ね。で、その後、アルバレスがね、ノーアウト3塁から、3点目のタイムリーね、勝ち越しっていうところでも、あれはね、こうポーンってね、打球がね、頭越えていっても、これは勢いでね、点取ったかなっていうところでね、ああ、これも、勝っちゃった。ね、ソフトバンク。ね、一気に勢いづいて、ってね、いうところでしたけど、なんと9回裏、ね、ピッチャーバンド。まあね、ちょっと岩崎がね、パッとしないっていうところと、その前にね、バンドが良かったんで、これバンドを投げてね。で、相手サーチ。で、ウネンティフォアボール。で、キリシツーベース詰まりながらもね。で、ワンアウト2、3塁になって、川越。このね、ツーストライク、インコースをね、ぷってこう。もう、絶対、低めのボール球振らないぞっていうね、この粘りのファール。ね。で、この粘りのファールの中から、しっかりね、最後。ね。もうこれはもう駆け引きよ。インコースで行くか、落とすかっていうね。で、落としたやつを、ね、そのタイミング待ってたから、見逃したボールだけど、ポンってコンパクトに振り抜いてセンターね。今宮もよく取ったけど、ね、この内野安打。これはもうね、川越のね、このアジャスト勝ちだね。で、まあ、あとは駆け引き的に、もうちょっとインコース行ったらよかったけど、もうそれは駆け引きだからね。まあ仕方ないっていうところもあるし、で、その後ね、ワンアウト一三塁になって、トノサキのね、サード、マッチのね、フィルダーチョイス、ホームセーフ、若干こっち行ったね。もうここうまくいっとけば、ひょっとしたらあるとかもわかんなかったけど、若干スローがそれでね。で、セーフになって、で、源田フォアボール。で、ワンアウト満塁、これ、さよならかっていうところでね、森がセンター犠牲フライ。ね。なる打球を打って、牧原が後ろから走ってきて、ホームスローで、三塁タッチアップ、川越、本塁タッチアウトっていうね。で、ゲームセットで引き分けて終わりっていうところで。まあ、これはね、次の打席が山田かな。守備固めかなんか出てたんでね。あそこはね、もう行くべきよ。ちょっとそれ出たらセーフだし。で、まあね、アウトでも引き分けじゃんね。俺はあそこはね、川越も行くべきだと思う。で、まあそれがいいボールが返ってきてね、アウトになったっていうところで、あそこはね、スタートして、僕は良かったんじゃないのかなと思います。で、まあその中でね、この、一つ印象的なプレーがあって、柳田のね、天井弾。ね、テレビカメラからライトスタンド映すから、これホームランかファールかどっちかなと思ったら、結局、トノサキ取ってたっていうね、やれに当たってね。
で、この時にファーストランナー飛び出しちゃダメ。ね。見とかなきゃ、外崎見て撮ってんだからね。あれ飛び出さないで帰ってこなきゃっていうところと、中でその、メットライフドームのルールでは、内野の天井に当たったら、インプレー。だからノーパン取ったらアウト。で、外野の天井に当たったらホームランらしいんだよね。でも、どこまでが外野で、どこまでが内野か分かんないよね。色とかで書いておいてくれなきゃね。ファンの皆さんも、どこまでが内野で、どこまでが外野か、天井分かんないじゃんね。これがあるとしたら、もう、こっからが外野で、こっから内野ですよっていうね。こう、だから、色変えといてほしいよね。それか、もしくは、なんか、こう、マークつけといてほしいよね。っていうようなね、思いになりました。ね。25日、1対6でね、ソフトバンクっていうところで、まあ、この日はね、この試合は、もうソフトバンク千賀がね、7回132球、2安打9三振、6四球無失点。まあね、6個フォアボール出して、まあ制球苦しいんだけども、まあ前回のピッチングはね、非常にコントロールね、仙台か。非常にコントロール、ストレートね、特に良かったんだけども、まあ制球ね、苦しいんだけども、もう9位で押し切ってね。まああと中盤ね、スライダーでカウント取れたのがね、これ非常に大きかったかなと。スライダーでカウント取って、まあフォークに耐えらずっていうところもあるし、まあここでね、しっかりカウント取れたのは、まあこの好投にね、繋がったかなと。で、ソフトバンクはね、初回、ノーアウト1、3塁からね、ノーアウト1、2から0点で、あれこれ怪しいぞ。また点取れないパターン。と思ったけども、3回表ワンアウトから、牧原デッドボール、で、柳田フォアボール。で、栗原がね、サード、強襲のね、まあ、1打で。これで、サード、ウグネンティン、取んなきゃ。あれまあ、で、最悪取れませんでした。で、後処理。ホーム投げちゃダメでしょ。ホーム投げたから、ランナーが2、3塁になっちゃってじゃん。あれホーム投げなかったら1、2塁で止まってたんだよね。あれホーム慣れてるの見て動いてきたから、あれはもう焦ってホーム投げちゃダメよ。あそこはホーム投げないでもうやっちゃったから我慢。でもあれ取ってたらね、ダブルプレイになってたかもわかんないし、あそこはね、処理したかったかなと。ね。で、その後ワンアウト2、3塁になってデスパイニがね、2点タイムリーっていうところでね、この2点入ったっていうところはちょっとね、あそこの守備の判断も含めてちょっとね、バットかなと。ね。で、まあ、西武のニールはね、打たせて取るタイプだけに、こういったプレーちゃんとしてくれないと、まあ、きついよね。で、まあ、全体的に西武はね、まあ、5安打で、まあ、チョンスに1本出ず、6四死球をもらってね、まあ、これじゃなかなか厳しいかなと。ね。で、まあ、5回表ね、この、2アウト、満塁から、アルバレスのね、ショート内野手で行って、7回表は、ワンアウト二塁後、デスパイのセンター前タイムリー。で、8回は、今宮がツーベース打って、甲斐がバントして、ムミマルが犠牲フライと。まあね、欲しい時にね、まあ初回はちょっとどうかなと思ったけど、あと欲しい時にね、点がポンポン取れたっていうところでね、非常に楽な展開の試合展開になったかなと思います。で続いて、26日3対0でソフトバンクっていうところで、西武はね、先発渡辺、5回69球、2安打5三振、3失球。無失点と、非常に球数も少なくね、素晴らしい投球だったかなと。特にね、カットボール、スライダー系がよくね、あと勝負どころでね、ストレートを含めて、コントロールがね、ビシッと決まったっていうところがね、まあ無失点で終われたかなと。グッピッチだったと思いますね。まあソフトバンクはね、4安打っていうことでも打つ手らしい。ね。で、西武はね、初回、2アウトから栗山がライト前打って、で、中村がね、ライトへホームラン。これね、ソフトバンクの加瀬はアウトコースすごいストレート投げたんだけども、あれ打たれたら仕方ないね。で、4回裏ね、山川森がね、コロナ特例で抹消されてる中で、岡田がね、キャッチャー岡田がライトでね、タイムリー、グッとこの3点目、非常に大きかったかなと。まあ、こういったところでね、ブランドのね、ファーストの守備とかも含めてね、この山川森に変わった選手たちのね、この頑張りっていうところも、このね、3対0、結果につながったんじゃないのかなと。まあ、結果ね、1勝1敗1分けで5分っていうところになりましたね。続いてセリーグ。24日、2対1でヤクルトの勝ち。そして25日3対3の引き分け。で、まあ、ここはね、中日対ヤクルト。こちらはヤクルト対中日か。ヤクルト対中日ね。こちらは2連戦、最初からね。だから1勝1分けでヤクルトの勝ち越し。ね。出れましたね。で、まあ、24日、ヤクルト先発ね、高橋奎二。6回3分の2、122球、6安打6三振、3失球、1失点。まあ、まっすぐカーブ、スライダー、チェンジアップと、甘めでもね、どんどん投げ込んでいって、カウント負けしない。ね、非常に良かったかなと。その中でね、カーブで緩急つけて、非常にいいピッチングしたんじゃないのかなと思いますね。まあ、持ち前のね、威力ある球、持ち前のスキル、能力がね、非常に発揮できる投球パターンだったかなと。ね。で、3回表もね、中日、ワンアウト満塁でね、ピンチ作る中で、ビシエドのね、レフトへ犠牲フライ、カーブをね、打たして、あそこでね、1失点に乗り切ったっていうのも非常に大きかったし、グッピッチ。
だったと思いますね。で、中日の福谷、ね、8回111球、7安打6三振、無四球2失点と、まあ、前回同様ね、フォームのバランスも良く、腕の振りも、ね、なんか杉内みたいにゆったり来て、パチーンっていうね、杉内みたいなね、投球のバランスで、でね、まあ、負けだけどもね、まあ、投球自体はもうね、勝ちに等しい、素晴らしいピッチングだったかなと思います。で、攻撃の中ではね、もうヤクルト、7回裏ワンアウトからね、中村が、ツーベース。で、サンタナ三振。ここでね、代打川端、ね、勝負の川端っていうところでね、まあ、サード頭越えて結果ショートの内野安打になったかな、記録はね、叩きつけて、ね、サード、高橋のね、頭の上を越えていくっていうね、なったけど、もうあれはもう仕方ないね。ドラゴンズとしてはもうどうしようもない。逆にね、代打川端よく打ったなと。このね、勝ち越しの1点というのが、まあ結果ね、勝ちに結びたわけだけども、まあ中日はね、9回表ね、ピッチャーマクガフ、ね、福留、ね、ショートエラー、ショート吉田、プレー軽いって。なんであれも適当に終わって。福留考えたら、もうゆっくり正面入って取って投げてもいいのに、もう雑。逆転されなかったからよかったけども、あれはもうダメよ。ね、バッと。ね。で、その後ね、強打。バンドファールしながら、バスターファールしながら、結果ね、ショートフライ。まあ何がやりたかったのかちょっとね、ベンチを覚えてよくわかんなかったですね。で、加藤三振。で、大島がレフト前打って、ツーアウト一三塁でビシエド三振でゲームセット。まあマクガフね、横押さえて、まあね、ショートの吉田はちょっとね、肝を冷やしたかなっていうようなね、プレーになりましたね。で、25日、3対3の引き分けっていうところで、まあヤクルトはね、石川、5回85球、4安打2三振、3四球、1デッドボール、2失点と、まあ持ち味出してね、非常に、いいピッチングだったかなと、まあ勝ちね、つけてやりたかったですね。200勝に向けて、ね。で、中日はね、2回表、ビシエドデッドボール、アリエル・マルティネス、ライト前、で、福留フォアボール、ノーアウト満塁から、どの上のサードゴロエラー、この2点タイムリーエラーになるんだけども、村上ね、これね、取って、ダブルプレーいけたよ。ね。やっぱ、石川もね、打たして取るタイプだけに、ああいうところを見せてると、石川の良さが発揮できないよね。でね、で、ノーアウト一塁になって、ね、この溝脇のね、ピッチャーゴロ。ね、強い打球だったのに、ピッチャーゴロ、163ダブルプレー狙うんじゃないのと。石川なんでサード投げちゃったのと。あそこ、ショートも入ってたから、もう楽勝で163ダブルプレー取れたのに、なんでサード投げちゃったのかなっていう、バーッと。ちょっとテンパったかな。ね。で、その後、松葉がね、バンド失敗、キャッチャーぐらい。で、まあ、強打、ショート、セカンドゴールと。まあ、ここでね、まあ、得点取られなかったけども、この石川のプレー、ちょっと焦ったかな。あれもうセカンドでしょ。普通にね、サード投げて、びっくりしたよ。ね。で、ヤクルトね、4回裏。ツーアウト1塁からね、オスナ、宇宙海抜けるツーベース。ここで、中継のセカンド、水脇、ね、補給ミスで、一塁ランナー山田もね、三塁ストップしてるのに、一気にホームで1点っていうところね、このミスも、中日的には痛かったね。だからお互いミス試合。ね。で、5回裏、ね、ヤクルト、ツーアウト1塁からね、青木、この変化球ね、高投、ワールドピッチ。この打席ね、もったいないね。で、その後、ライトへ、逆転2点タイムリーっていうところで、逆転2点タイムリー。このね、ワールドピッチなかったら逆転されてなかったかもわかんないのに、ね、松原抜けたやつね、あれはもちろんキャッチャー取れないよ。ね。これ非常にもったいなかったかなと。で、中日はね、5回表、松原がね、サードエラー、ね、村上ファンブル、ね。で、強打レフト前。で、加藤バンドして、ワンアウト2、3塁から、大島ファーストゴロ。で、ビシエド敬遠で、で、マルティネス三振と。ここね、石川よく踏ん張ったかなと。ね。その村上のね、エラーを帳消しできるね。まあこういったところもね、まあベテランらしく非常によく踏ん張ったかなと。で、6回表ね、ピッチャー大西ヤクルト。ね。ワンアウト一三塁。中日高橋、463ダブルプレー。これ言いたかったね。ここで点取れたかなっていうね。あら、これもちょっと中日厳しいなっていうところで9回マクガフはね、冒頭で同点になって。まああれがキャッチャー無理よ。取れない。っていうところで、まあ、お互いちょっとミス多かったね。まあ、その中結局痛み分けなのかなっていうね。でも、その、石川、非常にいいピッチングだったし、まあ、松葉もなんとか言いながら粘りの投球みたいな感じだったけども、まあ、結局最後はね、ミスの試合で、まあ、お互い痛み分けの引き分けだったかなと。まあ、結果ね、1勝1分けで、ヤクルトのね、勝ち越し、なりました。続いて、阪神対 DeNA、24日8対2で阪神、25日10対2で DeNA、26日9対3で阪神、阪神の2勝1敗で勝ち越しになりましたね。で、24日8対2で阪神。まあ、DeNA ね、浜口先発、4回84球、7安打5三振、2四球6失点と、まあ、前回の登板に比べたら、制球は断然良かったけども、
まあ、前回がすごいひどかったんでね、まあ、高めに浮き、そこを痛打されたかなと。だからまあ前回の本当ありえないぐらい荒れてる方が結果を抑えてたんだよね。だから本当まあなんか難しいピッチャーだね。でまあ阪神はね、先発青柳、7回115球7安打3三振4四球2失点と、まあ、防御率 1.91 で10勝2敗というところで非常に素晴らしいね活躍を見せたかなと。まあその中でね、まあツーシームシンカー系が非常に良かったんだけども、やっぱ DNA としてはやっぱこれを対応できなきゃ無理なんだよね。まあ他のね、チームもそうなんだけど、なんとこの試合 74% がツーシームシンカー系。だからもう3球中2球必ず来るんだよね。それを仕留めきれないと、やっぱなかなか難しい。でね、阪神は2回裏ね、2アウトから、ロハスレフト前。で、木浪のね、左中間抜けるツーベースタイムリー。で、この一塁ランナーのロハスがね、一気にホームイン。最後ヘッドスライディングね。ちょっと倒れそうなりのぐらいのヒットスライディングだけども、まあよく走ったかなと。で、3回裏ね、近本が8号ホームラン。で、浜口のワイルドピッチ。これはもうキャッチャー無理。もう大概前でワンパンしてたからね。で、まあこれで、まあ、勝負ありかなと。ね。で、結果8回裏ロハスがね、ホームラン打って、ロハスも大調子でできたじゃんっていうね、いいところで。まあ、いい勝ち方しましたね、阪神はね、この試合ね。で、25日、10対2でね、DNA っていうところで、まあね、阪神のピッチャー、先発、伊藤ね、3回64球、7安打3三振、2四球5失点と。まあ、制球甘くて、ちょっと真ん中に入ったところを通打されたかなと。だから、珍しいね。なんか最近見てて、ここまで甘い球投げる伊藤ってあんま見たことなくて、ちょっとどん全部がね甘くなって、だから通信系とかもちょっと曲がりが薄かったよね、甘く入った分ね。まあそういったところをまあしっかり仕留め切られちゃったかなと。で、DeNA はね、2回、ワンアウトから宮崎レフト前、で、牧ツーベース、で、伊藤、ショートゴロ、で、大和敬遠でフォアボールで、ツーアウト満塁になって、まあ大貫がね、ワンボールツーストライクから、通信もね、ライトへ2点タイムリー。まあピッチャー押すと大きいよね。逆に阪神、ピッチャー打たれたらダメだよね。だからこう考えると、やっぱりね、そのピッチャーがやっぱりバッティングをそこそこちゃんとやると、めちゃくちゃチームにとって大きな影響を及ぼすっていうのがね、よくわかることなんだよね。だからこういったところでも大貫のこのヒットっていうのは非常に大きかったよね。で、3回表、2アウト1、3塁から牧がね、右中間にスリーラン。ね。で、4回表ね、阪神、ピッチャー斉藤。で、2アウトから佐野がね、セカンド内野安打。で、外フォアボール。で、宮崎フォアボール。で、牧がセンターへね、2点タイムリー。で、伊藤もセンターへ、1点タイムリー。まあ、これで勝負あったかなと。まあ、阪神はね、3回裏、北条フォアボール、近本ライト前。で、ノーアウト1、3塁で、近本が盗塁して、中野がね、レフトへ、タイムリー。で、サンズの時に、中野が盗塁して、まあ、伊藤がね、3塁側が逸れた悪送球。これタイムリーエラーになるんだけども、まあ、セカンド牧ね、もうこれ無理だったら体で止めてほしかったね。このまま、今週このシチュエーションね、結構あったけど、止めてほしかったね。で、ノーアウト二塁になって、サンズ三振、大山三振、で、佐藤セカンド、ここでね、阪神は追加点欲しかったね。ここで追加点もうちょっと取ってると、ちょっと流れがね、変わったかもわかんないけども、この3回裏取り切れず、まあ4回表のね、もう牧、伊藤のタイムリーでちょっと勝負あったかなと。で、9回牧が、ライトへ、スリーベース打って、サイクルアンダー。ね。グーッ牧、グーッこれね、いろいろね、スパイラル、ナイアガラとかやりたいんですけど、グーのレパートリー、あんまり使いすぎると、編集がすごい大変で、時間に間に合わないらしくて、佐々木さん、グー少なくしてくださいっていう、バットとかも少なくしてくださいっていう要望があって、編集上ね、スタッフのが頑張って編集できたら、もうありえないぐらいの牧にサイクル。グーッそして、26日9対3で阪神の勝ちっていうところでね、阪神、ガンケルの復帰は大きいね。まあ、6回3分の1、93球、6安打3三振、2失点、2四球2失点とね、まあ、状態はまだまだかなって、もうちょっとね、いい時のガンケルって調子いいかなと思うんで、でもその中でもやっぱガンケルの復帰っていうのは阪神にとってかなり大きい、復帰じゃないかなと。DeNA 坂本ね、これまで阪神戦非常に相性良かったけども、ね、この日はね、4回71球、5安打4三振、2四球5失点と、ちょっと球高いね。やっぱ坂本、球低くないと、やっぱ良さが出ないところ、球高くなってもう良さ消す。まあそこをね、パンパンとね、仕留め切られたって言ったところもあるし、まあ阪神はね、そこを仕留め切ったっていうところがね、大きかったかなと。あとね、ちょっと、阪神も DeNA もちょっとミス目だったかなと。ね。まあ、阪神、大山ね、サードゴロ、ね、ファースト、ワンパンになって、まあ、サンズも伸びたら取れたんだけどね。あと、ロハスのね、ちょっと後逸とか。まあ、DeNA もね、7回裏、伊藤がね、二塁へ送球して、まあ、タイムリーエラーになるんだけども、盗塁でね。これもね、まあ、全然巻き止めなきゃ。ね、止めてほしい。俺はね。で、その後、桑原ね、桑原万歳とかね。ちょっと、両チームミス目立つかなと。DeNA もね、こういったところミスしたやっぱり、
防いでいかないとね、やっぱこう勝ち切っていかないっていうところもあるし、やっぱ阪神はね、このまま優勝を狙っていくっていうことをね、考えていけばこういうミスはね、今日勝ったからいいけどね、減らしていかないと、やっぱりね、ここぞの場面でね、非常に痛い目見るっていうところもあるんでね。で、あと DeNA のミスはね、この9回裏、6点差あるのにも、ノーアウト1塁で、クラムトがライト前ヒット打ってんのに、1塁ランナーね、ダイソーの楠本、3塁へ向かって、9、3、5、タッチアウト。まあ、こう、ファーストの大山もね、よく見てサード投げたよね。こう、6点差あるのに、ストップそんな慌てて3塁行く必要ないでしょ。そのギャンブルしてね。こういったところもやっぱもうちょっと考えて野球をね、していかなきゃいけないかなっていうね、ところはありますよね。で、まあ、その中で、ね、阪神は、近本がね、先頭打者、ホームラン打って、で、3回裏ね、チャンスメイクでね、2ベースから4得点。で、7回裏、チャンスメイクでセンター前からね、3得点っていうね。この近本がね、ホームランも含めて、チャンスメイクも含めて、非常にね、この試合はうまく連動していったかなと。近本絡みね。まあ、ランナー出て、近本がまたランナー出てっていうてかチャンスメイクもあったけど、この近本絡みで行くことによってのチャンスメイクで、ホームランっていうところで、非常に素晴らしい活躍だったかなと。近本。あと、ガンケルの復帰が大きかった。ね。で、結果、2勝1敗で、阪神の勝ち越しでした。続いて、巨人対広島。24日3対1で巨人。25日5対3で巨人。で、26日11対2で広島。巨人の2勝1敗勝ち越しっていうことになりましたね。で、24日3対1で巨人。ね、巨人メルセデス。7回104球、3安打7三振、無四球、1失点と。まあ、両コースね、ストレート非常に力あり。まあね、印象的には、広島カープにいた、ジョンソンみたいな投球パターンかなと。ね。もうこの対角線に入ってくるストレート対応できないと、もうあと自滅待ちになるからね。まあ、そこをどこを対応していくかっていうところがやっぱポイントになってくると思うんだよね。で、広島ね、森下、7回117球、6安打8三振、無四球、3失点と。まあ、3ホームランに沈む、ね、3回坂本ソロ。で、4回ね、大城、ソロ15、ね、自身初の2桁ホームラン。で、7回も大城ホームラン、11号大城、ガーッツ。ね。まあ、この3本に沈むかなって3対1っていうね。まあ、でも両投手ともね、非常に素晴らしいピッチングだったかなと思います。25日ね、5対3で巨人の勝ちっていうところになりましたけども、巨人直江ね、1回3分の1、47球、6アンダー、三振0。で、1つのフォアボールで3失点。まあ、状態突っ立ち気味、踏み込み弱い、で、肩開く。で、バランス悪いから、腕振れないから、もう、自分で力ずくで腕振ろうとする。で、肩開く。腕振ろうとする。手離れる。高めに抜ける。全体的に投球高くなって、そこを通打されるっていうね。もう良さが全く見えない、投球内容になったかなと。ね。で、広島ね、玉村、6回113球、5安打5三振、3四球、3失点と。まあ、こちらね、非常にバランスよく、変化球のね、時もしっかり腕振れて良かったかなと。まあ、立ち上がりね、2四球からの押し出し、これがね、痛かったかなっていうところはね、ありますよね。で、まあ、巨人はね、もう岡本祭り。わっしょい、ジャイアンツ、岡本祭りっていうね、もう本当に試合でした。ね。1打席目、インコースストレートをね、レフト前。で、2打席目はね、ちょっと打ち行ったから、ちょっとね、外ストレート、ライトへね、タイムリーツーベース。で、3打席目。で、今度はね、スライダー。これもね、悪くない。レフトフライ。ね、いい形の。で、コロニエルから4打席目。外ストレートをね、もう強引に引っ張り込んで、左中間に決勝ツーランっていうところで、もう完全にね、岡本祭りだったかなと。で、その中でね、巨人リリーフ。ね、大江2回3分の2。で、高梨2イニング。畠1イニング。長川1イニング。ビエイラ1イニングと。まあ、先発ね、長いイニング投げれるのがいないっていうところでバットなんだけど、この大江と高梨がもう買いまたぎで投げれたっていうのは非常に大きかったかなと。まあ、それがね、結果5対3のね、試合結果になったのかなっていうね。でももう、この後考えてやっぱ先発が長いイニング投げれるピッチャーが少ないし、もうリリーフの負担かかるけども、もうそこやりくりしてリリーフ次第になってくるかな。非常にね、ジャイアンツも、苦しい戦いがね、勝ってても続いていくかなっていうところもありますよね。で、26日、ね、2対11ね、広島の勝ちになりましたけども、巨人ね、菅野、7月1日以来のね、登板、驚いたピッチング、この菅野のね、活躍次第でまた阪神をね、こう追い抜けるぞっていうところでね、結構注目しましたけども、まあ、6回95球、6安打6三振、1四球、1デッドボール、5失点と、ちょっと上半身と下半身の連動が悪いかなと。で、コントロールの意識が高くて、ちょっとね、この力感ちょっと弱いかなってね、まあそういうように見えるのかなっていうところはありますよね。こうなんかちょっと緩いっていうかね、全体的に。で、まあ
甘く入ったところをね、痛打されるんだけども、本来だったら甘く入っても強い球でね、この球威っていうところで抑えられたかんだけども、ちょっとね、甘く入ると打たれるっていうことは、ちょっと切れなく、ちょっと力強さっていうところがないのかなっていうね、ところは感じましたね。で、広島の栗もね、勝ちはしましたけども、6回110球、4安打2三振、5四球、1デッドボール、1失点と、ちょっとまだまだ高くて甘くて、ちょっと制球栗らしくないかなとね、結果勝ったけどね、ちょっとまだ内容は、ちょっと物足りないっていうところはありましたね。で、まあね、打線、ね、1回、菅野からね、鈴木誠也、ツーラン、坂倉ソロ、で6回菊池がツーラン、で、7回ね、トネから鈴木スリーラン。で、9回桜井から坂倉スリーランと、今回はね、もう広島のワッショイホームラン、ね、祭りっていうところでね、まあ鈴木誠也がね、ここから復調してきて、ドーンと上がってくるとね、カープも打線活性化するんでいいですけども、ちょっと菅野がね、状態全く上がってこないっていうところで、まあ巨人は不安な敗戦になりましたし、広島としてはね、このまあ栗にね、勝たせれたっていうところも打線の援護があってね、まあそういったところは今後の含めてね、いい流れできたんじゃないのかなと。まあ結果ね、2勝1敗で巨人の勝ち越しになりました。さあ、ということで、総チェックね、してまいりましたけど、これで終わりです。ね。またこの金土日、どうなっていくかっていうところでね、まあ今週どうですか？金曜日、ヤクルト対 DeNA、中日対巨人、広島対阪神。あ、今度も A クラス対 B クラスの勝ち越し、ね、戦いになってくるんで、まあどこまでね、ここは勝ち切れるか、そして追い上げれるかっていうところがポイントですし、パリーグはね、西武対日本ハム、で、楽天対ロッテ、で、オリックス対ソフトバンクっていうところでね、また、まあ、上位ね、4チームの勝ち負けになるんで、ここでね、また入れ替えっていうところもあるし、まあ、西武もね、まあ、正直日本ハムのファンの皆さんには悪いですけども、日本ハムに食われていったチームがパリーグは落ちていきそう。そんなね、感じがするような試合展開。ね、マー君、二木、山本、マルチですね、いい戦いの中。で、大瀬良、西ね、100勝なるかっていうところと、山口、大野ね、で、京山奥川っていうね。まあ、奥川もいい形でね、投げてきてるんで、まあ、どういう試合展開になるのかっていうところでね、また週末、総チェックしていきたいと思います。ということで、またね、今日の試合これからありますけど、皆さんね、楽しんでいきましょう。ということで、週末のプロ野球も、要チェック。皆さん、グッドボタン、チャンネル登録、忘れずに。お疲れ様でした。ネットじゃ言えないからライブやるんですよ。残念ながら何でも答えれるんですよ。YouTube でも言えないことを言っちゃうんですよ。YouTube でも言えないことを言っちゃうんですよ。いや、会場出たら全部忘れてほしいですよね。その代わり、あの出口出たら忘れてください。ぶっちゃけすぎですよね。使いどころが違うんやーって強制送還。